3秒だから。大丈夫。頑張れよ。最後に佐野稔コーチから頑張れよ。萩原彩子。20歳を迎えたばかりの萩原の演技です。東日本選手権優勝から。ゆっくりとその滑り出しのポジションを決めます。曲はディープスノー。最初はコンビネーションです。トリプルトーループ、ダブルトーループ、落ち着いて決めましたね。ステップからのトリプルループ。チェンジエッジ。ディフィカルトポジションから。片手。3つのディフィカルトポジションが入っていましたね。テンポの曲に乗せてスパイラルシーケンス。ダブルアクセル。1987年12月16日は安藤美希より2日早い誕生日で20歳になったばかりという萩原の演技が終わっています。まあ、現在は明治大学に通う20歳ですが、荒川さん、はい、宮城東北高校の出身ですから後輩ですね。そうですね、彼女は小さい頃から才能があって、やはり期待されていたんですけれども、はい、途中で伸び悩んだところがあったんですね。でも今は滑る楽しみを味わって滑っているというような感じを受けるので非常に良かったなというふうに思います。佐野コーチはビビったぞとか言いながら迎えましたけれども、八木沼さん、今日の演技どう評価されますか。はい、そうですね、落ち着いて最初から非常に自信を持って、プログラムを迎えているなというのを感じました。最初のコンビネーションジャンプを飛んでから、はい、スピードにも乗っていきましたね。これは最初のコンビネーションジャンプ、トリプルトーループ、ダブルトーループです。ちゃんと決まってますね。そしてこれがステップからの3回転。ちょっと回転が足りないかな。この点はどういうふうにジャッジされるでしょうか。ス
パイラルシークエンスも非常に落ち着いていました。綺麗でしたね、ポジション。フィニッシュ瞬間の佐野コーチのリアクションもありました。そしてネイルアートにこだわりがあるということで手を振ってくれるとやはり爪のこの先までしっかりとキラキラと輝いています。爪常にね注目されてるんですよ。嫌だってお前しょうがないけど溢れるなフィギュアスケーターだから反対に行った綾子さんでございまして何かこう解説付きで得点を待つというようなそんなキスアンドクライですが、テクニカルエレメンツ 26.00、 プログラムコンポーネンツ 19.56、 トータル 45.56 です。現在の順位は第9位です。順位は9位、この時点でトップ10に食い込んでいます。